はい、皆さん、こんにちは。今日はですね、とある方から、モーリスの50周年記念モデル、これのギターの設定をやってちょうだいということで預かっているのがあります。非常に貴重なギターですんでね、それを今日皆さんに紹介したいと思います。こちら、モーリスの50周年記念として作られたダブル50ですね。これの、記念モデルで、限定の50台。50台しかこの世に存在しません。これのロッド番号が50分の11ということでね、若い番号のものです。材質の方が、トップスプルースと、これがね、裏がハカランダ使ってるんですね。非常にもう今となって貴重な商品ですよね。貴重なギターですね。でね、今回なんでこれを鳴らそうかなと思ったのが、私、実は昔から持っているギターでこちら、モーリスのダブル100。これと材質が基本同じなんです。こちらの方も、裏がハカランダを使っていて。で、音色がどれだけ違うのか。実際やってみたら、鳴らし込みの具合がね、だいぶ違うんで、相当ちょっとち、あの、違ったんですけども、こちらは30年前のギターです。で、鳴らし込みは半端じゃないです。もう、サウンドホールの縁ね、これもうピックで削られちゃってないんですよ、縁がもう。 そこまで使い込んでます。もうボロボロですね。そのギターと、こちらはまだ引き込まれていない新しいギターですね。それとどこまで違うのか、ちょっとやってみたいと思います。じゃあこちら、せっかくオーナーさんの方から、お預かりしているものなんで、また毎度ワンパターンですけども、演奏の方ちょっとやってみたいと思います。ストロークちょっと伸ばした感じで演奏してみましょうかね。こんな感じです。はい、それでは同じ材質、トップが、こっちはエゾマツを使ってるんで、そこだけの違いですね。30年前、とんでもなく鳴らし込んだ、もうボロボロのギター、これでいってみます。不思議なのこれ、自分のギターで意外だったのは、音がね、こう虹のように広がるんですよ。ちょっとそういうところが違いがあったんですね。ただ基本的な材質、全て同じなんで、こちらのギターただ弾き込んでないだけなんでね、多分同じような感じになると思うんです。
お預かりした時よりは、中音ばっかりが目立ってたんだけども、そういう感じは少しなくなったのかなというふうには、思っています。まあ、あとこれ、オーナーさんのところにね、送りましたら、実際にオーナーさんの声もちょっと聞いてみたいなと思いますんで、その辺またブログの方に、書かせていただきますね。で、あと、せっかくなんで、TD1 もちょっとやってみましょう。この中ね、ただこれだけはちょっとズルになっちゃうといけないんで、オール短板モデルになります。じゃあちょっといきますね。短板だけだと音は一番これ深みがありますよね。そうだ、ごめんなさい。で、この W50 なんですけども、実際おいくらぐらいのものなのかっていうことで言うと、元はオープンプライスなんで定価の方がないんだけども、実勢売価からこう逆算して計算していくと、だいたい25万円ぐらい。まあ、そこに消費税入りますんで、27、8万ってとこですかね。そのぐらいに相当します。で、そこで、値段の近いところで、これ、私、高峰のギフチョウモデル、単純にこれね、コレクション目的で買いました。全然引いてません。まだ1時間も引いてないんじゃないかな。条件的には引いてないもの同士で似たようなものなんだけど、これもまた全然音色が違います。ちょっと行ってみますね。私明るいんですね。私の T12B、 あれもこういう系統の音色です。こっちが30万に消費税だからもっとねするんだけども、これいい音しますよね、こっちの方がね。こんなこと言ったら高峰さんに怒られちゃう。こっちの方がこう深みのある音が出ますよね。で、あとはオーナーさん引き込んでもらえれば、さっき私が弾いたこの W100 のようなちょっと広がりを持った音が出てくるんではなかろうかなというふうに思っています。まあ、そういう音に変化するのは弾いて弾いて引き込んで1年後もしくは2年後、このギターがどういうふうに音色が変わっているかですよね。楽しみにしています。それではこれで、弦の方を張り替えてオーナーさんの元にこれを送り返したいと思いますんで、ありがとうございました。